アニメか。宇宙世紀に存在した真紅の騎士、悲劇の機体の遺伝子を色濃く受け継ぎ、後に見るも無残な敗北を迎えることになるこの機体は、その運命に抗う道を見出そうとしていた。アールジャジャ、型式番号 AMX104、 機動戦士ガンダムダブルゼータに登場。機動戦士ガンダムの終盤にてジオンの幹部であるマクベの機体として登場したギャン。流体パルスアクセレーターと呼ばれる装置の恩恵で、駆動時に余ったエネルギーのチャージ、およびそれを一気に放出することで繰り出す高速の斬撃、おそらく盾として使うにはものすごく不向きなミサイル付きのシールドを備えたこの機体は、ジオンの量産機争いに負け、ガンダムとの一騎打ちにも負けるなど不遇の存在でもあった。しかし、その敗北から約9年の月日が流れた宇宙世紀 0088、 消え去ったかと思われた騎士の設計は密かに残され、その意志を継いだ機体を生み出そうとしていたという。それがいろんな意味でギャンを受け継ぎすぎた真紅の騎士、アールジャジャである。パイロットはハマーアンカーンの崇拝者であり、普段はモビルスーツに乗るのを嫌がる一方で、いざ乗り込むと感情の起伏が激しすぎる戦闘狂と化す女性、キャラスーン。本機はギャンのコンセプトを受け継ぎつつも、同期に足りなかった防御性能や機動性を大幅に引き上げた、いわばバージョンアップ仕様と言えるものである。その特徴として、全身の装甲はガンダリウム合金を採用し、この当時では某グラサンの男の昔の機体以外では意外と珍しい全身赤色のカラーリングが採用されており、頭部には上下左右に稼働するモノアイとレーダー波探知用のアンテナが付けられている。さらに両肩は特殊な設計になっており、それぞれにミサイルと大きめのスパイクが付けられている上に、その後方には可動式のバリアブルシールドが付けられている。その可動範囲は横方向にぐるりと180度スライド可能というもので、広い範囲をカバーできるというものになっているのだが、目玉となる機能はそれだけではない。この当時、ティターンズが極秘で作っていたとんでも兵器計画の機体や、あちこちの陣営にたらい回しにされた悲劇のガンダムが使っていたものと同様に、シールドに推進機が付けられているというポピュラーな設計を採用していたりする。その上で脚部と胴体部のスラスターも豊富に設置しているため、本機はギャンにはできなかった空での高速機動はもちろん、多少のビーム攻撃なら当たってもどうということはないといった優れた防御力とスピードを確保した機体になっている。武装もギャンのものをバージョンアップさせており、まずは左サイドアーマーにつけられたサーベルホルダーからエネルギーをチャージする武装で、ギャンのビーム速度を露骨に意識した刃を発信するビームサーベルが1機、さらに射撃武装であるビームライフルも先端に銃剣がつけられていたりと、格闘戦能力を最大限に生かすものになっている。しかし、射撃の火力を忘れているわけではなく、両肩の三連装ミサイルポットからは合計12機のミサイルが撃てるようになっている。そして本機はもともとは量産機として開発されていたらしいのだが、くしくもギャンと同様にその道が断たれてしまっていた。癖がある機体ゆえに、量産とはとことん相性が悪いのかもしれない。その後、キャラ専用機として調整された試作機がバラバラの状態で、アクシズ改めネオジオンの巡洋艦であるエンドラに配備され、ガンダムダブルゼータの11話に登場することになる。最初は興奮するキャラの操縦で一人で暴れ回っているといった状態であったが、そんな中で偶然飛んできたコアファイターを隕石に投げつけ、中に乗っていたビーチャオーレグとモンドアガケに恐怖を叩きつけている。そこからは主役の受動アーシタが狩るゼータガンダムと交戦し、背面に回って動けなくしたところで、マシュマーセロが狩るハンマハンマのメガ粒子砲で戦闘不能にさせるといった見事な連携を見せている。しかし、次の戦闘ではダブルゼータガンダムを苦戦させるも、ダブルビームライフルからのハイメガキャノンを受けて中破して撤退。修理後も寝たキャラでありながらも、
技量が高いキャラの感性と操縦もあって、終始ジュドーのダブルゼータガンダムをいろいろな意味で苦しめたのだった。しかし14話で訪れた忘れ去られたコロニーであるムーンムーンで流れが大きく変わり、ダブルゼータガンダムに接近戦を仕掛ける中で同期に組みつくことになるのだが、そこを突かれて背中にハイパービームサーベルを刺されてしまう。キャラはジュドーの声もあって脱出したが、本気はそこで爆散して終わることになったのであった。こうしてギャンと同様にガンダムに葬られたのを最後に、本気は活躍の幕を下ろすことになったのだが、本当に本気はこれで終わりだったのだろうか。いな、本気は量産の過程で作られた試作機ではあるものの、実際に何機作られたのかは明言されておらず、そこをついたように別の媒体でもデビューを果たすことになるのである。その後のアールジャジャ、まず漫画機動戦士ガンダムダブルゼータガイデンジオンの原用では、地球侵攻作戦直後にネオジオン内で起きた暗殺事件がきっかけとなり、被害者の部下が狩る本気がその犯人と思われる部隊と交戦している。そこから4年後の宇宙世紀 0092 が舞台となる漫画機動戦士ムーンガンダムでは、旧ネオジオン系の残党部隊によって魔改造が施されたアルスジャジャが運用されている。こちらは本機の良さを残しながら偵察機兼支援機としての力を持たせた仕様で、格闘戦はもちろん左肩に複数のレーダーを搭載したレドームポットを追加し、頭部の高感度センサーと合わせることで狙撃までこなせる万能機になっている。武装に関してはサーベルラックがグレネードランチャーになり、ビームサーベルは細身のサーベルを両腕に2機ずつ収納、狙撃用のビームライフルも持っていたりと、一通りの戦闘をこなせる構成になっている。こちらは旧ネオジオン残党所属の偽装艦アタラント3の機体として、くしくもキャラが乗っていた本機が爆散したコロニーであるムーンムーンの周辺宙域で戦いを繰り広げており、同じ部隊のガズアルグラウ、ガズエルグラウと共に行動し、連携を生かした戦い方を見せている。さらに後の時代にも本機が使われた例があり、小説およびアニメ機動戦士ガンダムトワイライトアクシズでは、宇宙世紀 0096 にシャーズナブルが狩る機体の専属メカニックであったアルレット・アルマージュが空をさまようアクシズのモビルスーツデッキに眠る白色と紫に塗られた本機を調整して復活させている。もともとこの本機は彼女が過去に調整したものであったが、劇中ではシャア専属のテストパイロットであったダントン・ハイレックが乗り込み、ガンダム AN-01 トリスタンと交戦し、ほとんど捨て身状態の戦いを展開している。そして以降の時代では宇宙世紀 O-169 が舞台となる漫画機動戦士クロスボーンガンダムダストにて、さまざまな機体のパーツを組み合わせて作ったミキシングモビルスーツの一部に本機のパーツが使われていたというくらいで、機体自体が使われていた痕跡は残されていない。一方で本機は意外にも異説の宇宙世紀が舞台の作品に登場していたりする。異説のアールジャジャ、 PC ゲーム機動戦士ガンダムリターンオブジオンでは、全身の形状や装備構成の異なる本機が運用されている。さらにゲームギレンの野望アクシズの脅威では、アニメでは登場することがなかったグレミー軍仕様の本機が登場している。他にも漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでは、本機の完成がアニメの2年前の宇宙世紀 0086 になっており、両肩の形状が異なりシールドを装備していたりと少し仕様が違うものになっている。パイロットはこちらでもキャラスーンで、感情の起伏が激しいところは同じであったが、彼女とこの本機はハマーンの窮地を救うといった活躍を見せている。ベース機のギャンも敗北の運命からさまざまな媒体に登場した機体であったが、本機もまた同じように敗北だけで終わることはなく、さまざまな媒体でその名を刻み続けたのであった。余談、本機はラフデザインを出渕豊氏が描いており、この時の本機の頭部はまさにギャンを受け継いだ機体にふさわしい形状で、それを元に作った作例の段階では名前はギャザムであった。
そこから新動社にクリーンナップを依頼し、現在の本機になったらしい。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では、次回の解説でまたお会いしましょう。